今日はお盆の入り、雨の合間に墓参りをする人たちの姿が見られました。北九州市八幡西区の本庄霊園では朝からお供え用の花や線香を持った家族連れの姿が見られました。雨が上がるのを待ち訪れた人たちは丁寧に墓石を磨いた後、線香を焚き先祖の霊に手を合わせました。家で天気予報見ながらこの時間帯だったら行けるかなと思って。よかったですよ、この天気だったらね。いつも通りきれいに掃除もできて。家にあげて。北九州市では午前9時ごろから午前11時ごろまで晴れ間が見えましたが、再び夕方にかけて雨足が強まる予想です。